こんにちは。暮れになりますと、お正月のお花をセットになって売っていたりしますけども、今回はお正月のお花をご自分の好みで選ぶ時のポイントを紹介していきたいと思います。まずポイント1、縁起の良い花材を選ぶ。まず松ですね。松の枝、いろいろな種類のものがありますが、今回は若松を使いたいと思います。それから南天を用意しました。千両や万両でもいいかと思います。赤い実が入るととても華やかですね。南天の葉も使用します。紅葉仕掛けていまして、とても自然の何とも言えない綺麗な色合いです。菊の花もとても縁起のいいお花ということになっておりまして、中国では不老長寿を象徴するお花とされているそうです。今回はこのようなピンポンマムを使用したいと思います。ポイント2、高級感のある華やかなお花を選びましょう。こちらはオンシジウムという蘭のお花です。黄色い色も綺麗ですが、小さい蝶々のようなお花がいっぱいついていて、華やかで動きのあるとても素敵なお花です。こちらも蘭のお花ですが、デンファレというお花です。今回は白いデンファレを使いたいと思います。やはり蘭のお花を使いますととても華やかな雰囲気になりますね。ユリのお花とか、この時期になりますと、ハボタンなんかも紅白で使うといいかと思います。こちらはスプレーマムですね。菊の一種です。若草色が、明るく春の訪れを感じさせますね。ポイント3、縁起の良い明るい色を選びましょう。赤や白、金色、または黄色、いや若草色なんかもいいかと思います。今回使用する器は100円ショップで購入したものですが、湿気を思わせるような、器で、金の南天の絵柄が入ってます。それでは、早速アレンジしていきたいと思います。まず若松の位置を決めて高さを決めたいと思います。枝を切り分けて使ってもいいですが、今回はこのまま、1本この枝ぶりのまま使いたいと思います。今回は中心ではなく器の後ろから1/3、左から1/3の交わったあたりにまっすぐに、立てました。高さはだいたい器の幅の4倍ぐらいですかね。次に、若松に沿わせるように、オンシジウムを少し長めに、入れていきたいと思います。このまま入れてしまいますと、ボリュームが出すぎて他のお花の邪魔になってしまいますので、余分な下の方の枝を切り落としていきます。先ほど入れた若松に沿わすように、入れました。次にピンポンマムを入れますが、菊の葉は、傷みやすいのでなるべく取っておきましょう。
ほど若松左の奥に出ましたので、菊の花は右側の手前に2本入れていきたいと思います。比較的、短めに、入れます。1本目のピンクのピンポンマムの後ろ側に、濃い色のピンポンマム、少し高さを変えて入れました。1本目の、若松の根元に向かって、刺しております。横から見るとこのように、奥行きが出てるのが分かります。次に南天を入れます。枝ぶりをよく見て、入れる場所を想定しながら、余計な枝を切り落として、後ろの方から前に垂れ下がるような感じで入れました。南天の葉を入れますが、このように、右側に沿っていたり左側に沿っていたりしますので、そのような葉の向きもよく見定めて、どこに入れたらいいのかを考えて入れるのが重要だと思います。まず1本は先ほどの南天の実の後ろに添えるように入れました。バランスよく右側にもう1本、そして奥行きを出すために短めの葉を後ろの方に入れました。先ほど切り落としたオンシジウムのお花を、空いてるところに補っていきます。やはり後ろにも入れると、奥行きの出たアレンジメントになりますね。松の後ろの下の方にも少しお花が入っております。後ろはあまり見えないところですが、立体的なアレンジメントに仕上げる重要なポイントだと思います。次にデンファレを入れたいと思います。このように下の方からお花が咲いて、先端の方はつぼみになってます。1本このまま使ってもいいのですが、今日はちょっと切り分けて使いたいと思います。下から2つ目のお花のすぐ上でカットします。そして少し短めにカットして、ピンポンマムの周りに飾ります。先端の方の枝は後ろの方に入れました。デンファレはつぼみも最後まで咲いてくると思います。今回使用しているお花は結構どのお花も花持ちがいいものばかりですので、長く楽しめると思います。もう一本のデンファレも切り分けて使っていきます。次にスプレーマムを入れていきますが、枝分かれしてますので一本一本切り分けて、なるべく枝を長くつけて、このように切り分けて入れていきたいと思います。
下の方に少しずつ高さを変えて、前の方や後ろの方にもバランスよく入れていきます。後ろの方もよく見て、裾の方の空いてるところを南天の葉を短くカットして入れていきます。出来上がった時に、吸水スポンジが見えないようにこのように、葉を短くカットして奥の方に入れていくと吸水スポンジは隠すことができます。これで全てのお花が入りましたが、最後にこのような水引きでお正月らしく飾りたいと思います。水引きを7本ほど束ねて先端を揃えて、このように丸く輪を作るようにして重ねて形を作っていきます。今回はこのように、3つの輪を重ねたような形を作りました。出来上がったこの輪の、接点をワイヤーで固定します。そのワイヤーを使って若松の枝に水引きをつけました。はい、これでお正月のアレンジメントが出来上がりました。後ろの方にもお花や葉を入れましたので、結構ボリュームのある、アレンジメントに仕上がっているかと思います。あまりたくさんのお花を使ってませんが、ゆったりとした広がりのある、出来上がりになったのではないでしょうか。普段あまりお花を飾らないという方も、お正月にはぜひ華やかなお花を飾って新年を迎えたいですね。